このチャンネル始まって以来の3ピースのスーツです。あそうそう今まではくたびれた親父スーツの方々ばっかりだったんですけど、今回はこちら一生もののオフィスチェアの世界。誰よりも椅子を売って老舗書店を支えている男、牛林堂ビジネスソリューション営業部大久保信明さんです。お願いします。知らない部署の人来ちゃったよ。どんな部署なんですか？法人企業様に対して営業してます、はい、ビジネス用品を売るみたいな感じですか？そうですね。コピー機とかデスクとかファックスとか。おっしゃる通りです。その中でも誰よりも椅子を売ってると。そうみたいなんですけど。あらやだ、謙遜してるけど本当に牛林堂の方ですか？大久保さんと岡崎さん隣に並んで同じ会社の人なんですって言ったら嘘だよねみたいな。社内でも話したことないので。あ、やっぱり絡みないんですか？うん、壁が少しあるかもしれない。壁が少しある。文房具とか興味ないですか？まああんまないですね、ぶっちゃけ。本は？本読みます？本もね、そんなに読まないかもしれない。ちなみに成績とかどんな感じなんですか？ご迷惑をおかけしない程度には。なんでそんな謙遜してるんですか？売上的なものは2億弱ぐらいです、ね、2億弱？大久保さん、もうちょっと会社の中で威張った方がいいっすよ。いや、書籍のやつとすれ違ったら肩ドーンってあって。ユリのね、看板を背負って営業させてもらってるんで、我々営業としては非常にありがたいんですよ。いいこと言いました。じゃあぶっちゃけ年収をお願いします。え、リアル？ちょっと言いたくないな。夢がある世界だと思ってるんで、後輩も見てますからね。ということは思ってるより低いってこと？分かんないですよ。その年収を聞いて低っていう動画を社長が見るわけですよ。ブッコローちゃんが低いって言うんだったら大久保の給料を考えなきゃな。上げてくれるんだったら全然言いますけどね。からこの人の椅子のプレゼンが始まるんですよね。大丈夫ですか？イクさんとか買っちゃうんじゃないですか？同じ会社の人間がこれだから嫌なんですよ。改めてオフィスチェアって会社にある椅子ってことですよね。最近テレワークでご自宅でお仕事される方もいらっしゃるので、はいはい、そういう方の需要もありますよね。人間工学メーカーさんそこら辺を引き召し合って、はいはい、いろんな機能を追加して戦ってます。やだな、買っちゃいそうだな。買ってくださいよ、今期数字が。この人優秀なのにお願い営業もできんのかよ。横展開してブッコロのお友達とかもぜひ見てください。紹介依頼まで。一つ目お願いします。コクヨさんのイングチェアというお椅子をご紹介しますね。見てくれ的にはこういうお姿見で。お姿見？お言葉がすごくご丁寧で。特徴はバランスボールみたいに揺れる。揺れる？揺れる。こう360度揺れる。すげえ、これちょっとすごいわ。見ただけですごいってわかるもん。ずっとお仕事をしているとどうしても血流が溜まったりとか、はいはいはい、ももの方に変な圧がかかったりとかっていうので、はいはいはい、よくないので、仕事してても体の圧を分散させるっていうようなことをして健康も含めた形で作られたお椅子なんですよね。4時間このお椅子で仕事をしていると 1.5 キロのウォーキングと同じカロリー。え、6時間仕事するとおにぎり1個分の消費カロリーっていう風にメーカーさんおっしゃってますね。座りてー。座りますか？いきますね。おーすっげー、ほんとバランスボールだ。あれだ、ゲーセンにあるレーシングゲームね。うひょーうひょ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 。あれまー、これはすごい値段ですよね。これは高いよ。だって玉の下の構造がすごい。実際いくらぐらいだと思います？あー出たよ、初めてですよ当チャンネルで。いくらだと思いますかっていう。基本的にこれ入れるの企業なわけじゃないですか。そう、経営者は椅子にお金払ってるわけじゃないですもんね。社員の健康であったりとか生産性を上げるための投資ですもんね。その通り。ぶっころ泣かせるね。16万。もうちょっとしたかな。12万8000円。安くないですか？で、健康を買うということですよ。その椅子に座ってるとひらめきとかアイデアとかも出やすくなるとか言われてますよね。ひらめきました。よし、松延社長に給料交渉しに行こう。続いてお願いします。伊藤家のアクトチェア。アクトチェア、はい、こんな感じ。こんな感じのお姿見。お姿見。後ろかっこいいな。後ろなんかガンダムみたいな。あ、わかる。機能を紹介すると、はい、ここの部分が回転するような機構になってるんですね。こういう形に
性の動きがあるのが特徴の一つ、はい、座ってみるとこの椅子は深くお尻をつけて座ってもらうようにしてもらってぐーっとここまで結構いきますね。結構いきます。膝の部分が角度が追従してくるので体の負担がすごくないっていうのが特徴ですね、はい、ここも座が伸縮します。あ、はい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 、拳1個分ぐらいのところに調整してくれると気持ちよく感じるっていうのが狙いになってますね、はいはい、もう一つの特徴は肘の部分グニー上下と左右といいっすね。ここも動くね。あ、はいはいはい、これも動くね。なるほど。動く部分が4つある自分の好きな位置で調整しながらこんな感じで仕事できちゃう、はい、いいっすね。とにかくお尻深く座ってもらってベタっと座ってもらって座りますよ。おお、すっげーいくじゃん。すっげーいく。あー、はい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 。その動き。はいはい。おお、すごいよこれ。ほんと細かいところまでメカニックというか。これ座っただけでちょっと偉くなった気分なんだよ。なんだね君その態度は。これがイングより高いかどうかだよな。うんうんうん。10万6000円。はあ、もうちょっと高い。13万8100円。同じ価格帯で攻めてきてますよね、メーカーは、ね。あー、なるほどなるほど。3つ目お願いします。岡村さんのコンテッサセコンド。名前がいいな。姿こんな感じですね。すげー悪い医者が座ってそうですね。この椅子の特徴は昇降したりこのロッキングの機能が肘の部分で全てオペレーティングするっていうのが一つ。なるほど。ガチャガチャ太ももの下触んなくていいんだ。座りながら上下したり座りながらロッキングをしたりっていうのができる椅子になりますね。あとは肘の部分上下と左右左右、はいはい、前後ろ、あとは椅子の座のところが調整ができる機能があります。すげえな。デザインがやっぱりこの椅子はアルファロメオっていうイタリアの高級車ですね。それをデザインしたデザイナーがこの椅子をデザインしてるんです。そうなんだ。じゃあ営業先に社長の車がアルファロメオ止まって、あ、今日絶対決まるわ。ぜひお試しいただいて。あー、そういう感じ。一番フィット感あるな。優しい眉にくるまれてる感じ。海外市場にも狙った設計してるのでお尻の座の部分の幅と奥行きも大きめ。あ、確かに一回り大きいですね。だから包み込まれてる感じがするんだ。いくらでしょう。17万8000円。もう一回考えてみようかな。跳ね返されたのも初めてなんですよ。24万8000円。おお、26万6900円。たっけーなー。まあ一応ね、ぶっころう的に買うならどれかっていう。買うならですよね、うん、もらうならこれですね。買うんだったらってなるならイングかな。驚きが一番あったんですよ。ちなみに大久保さん的にはこれが一番好きってのありますか、はい、もらうならコンテッサかな。ユーリンドトップ営業マンって感じでしたね。よかったです、はい、動画見たらいろんなところから電話かかってくると思いますよ。椅子くださいの方の電話じゃないです。うちで営業してみませんか、ね、あ、そっち。あれですかね、練習次第ですかね。